シームルグ、サーサーン、朝の小シ,シームルグは、イラン神話に登場する、神秘的な鳥である。サムルクなどとも言う。シームルグをあしらった、サーサーン朝時代の銀の皿。7世紀、または8世紀頃、シームルグの伝承は、ペルシアやカシミールで知られている。ペルシアの北部にある、アルベルズ山に住むとされており、その羽毛は美しいだけでなく治癒する力を持つと、 されている。伝承では、シームルグの体は像さえ運べるほど巨大だという。鳥の王であり、ゆえに餌としていたものは、自身が満腹になると、残りは他の動物が食べられるようにとその場に置いていくという。伝承によっては、シームルグは1700年の寿命を持ち、300歳になると卵を産み、その卵は250年かかって帰るという。そして、 ヒナが成長すると親鳥が火に飛び込んで死ぬとされている。サエナ鳥とも呼ばれ、アベスターにおいては、太古の海にある日本の大木のうちの一本に住んでいた。この木の上で、シームルグが羽ばたくと種子がまき散らされ、その種子からは、あらゆる種類の植物が生えた。しかし、ある時大はたちによってこの大木が打ち倒されて、枯れると、シームルグはアルブルズ山へと住みかを移した。 シームルグとザール。同じく、シームルグとザール。フェルドースイーによる、女児ジ,ョジシ,シャーナーメでは、シームルグは重要な役割を持って登場する。ナリーマン家のサームの元に生まれたザールは、生まれた時から白髪だったため、当サームの命令によって遠い場所に捨てられた。エルブルズ山に巣を置いてヒナを育てていたシームルグがこの、捨てられた赤ん坊を見つけた。シームルグは赤ん坊をあれみ、 巣に連れ帰って、ひな鳥と一緒に育て始めた。ひな鳥も、この赤ん坊に危害を加えることはなかった。やがてサームの夢に不思議な青年が現れたことから、サームは、かつて子供を捨てたことを後悔し、子供を探すべくエルブルズ山にやってきた。サームを見つけたシームルグは、成長したサームの息子に、別れの時が来た胸を告げ、自分の羽の一枚を渡すと、サームの元まで連れて行った。 そしてサームから感謝の言葉を受けてから山へ飛び去った。サームは息子にザールと名付けて共に山を降りた。サームが使えるイラン王マヌーチェフルはサームの子をシームルグが育てたと知ると非常に喜んだ。やがてザールはカブールのルーダーベビメと結ばれる。ルーダーベがザールの子を見ごもったが臨月となっても胎児は生まれずルーダーベを苦しめた。ザールは かつてシームルグからもらった羽のことを思い出し、シームルグが言ったように羽の一部を航路で燃やした。すぐに、シームルグが現れ、生まれてくる子が強くかしこい人物となる胸を告げると、出産のための助言を与えた。そして一枚の羽を置いて飛び去った。シームルグの指示通り、ルーダーベを酒で酔わせた後に腹部を切開して、無事にやか棒を取り上げ、腹部は縫合して薬を塗り、最後に、 シームルグの羽で腹部を投げた。こうしてルーダーベは救われ、生まれた子供は、ロスタムと名付けられた。成長した、ロスタムがイランの王子イスファンディアールと戦って傷ついたとき、ザールは、航路で、シームルグの羽の一部を燃やした。再びシームルグが現れて、まず、ロスタムの傷を治療し、やはり負傷していた彼の馬、ラクシュをも治療した。それから、ロスタムから、 イスファンディアールと戦うことになった事情を聞くと、イスファンディアールと和解を試みるよう、そしてもし、イスファンディアールが和解を受け入れないなら、シームルグが作らせた矢を用いて彼と戦うよう、助言した。再び、イスファンディアールと合間見えた、ロスタムが和解を試みたが、イスファンディアールはなおも戦おうとするため、ロスタムはシームルグが指示した方法で矢を放った。矢は、 イスファンディアールの目に深々と刺さり、これが彼の致命傷となった。なお、イスファンディアールは、イランと、隣国トゥーラーンとの戦争の際、トゥーラーン王のいる、聖堂の城へ攻め込む途中で7つの観難を、攻略している。その観難の一つは、シームルグとの戦いであったが、ここでのシームルグはザールを育てたシームルグとは別の、邪悪な鳥だとされている。イスファンディアールは、策略を持って、 シームルグを倒し、剣でその体をバラバラにしたところ、飛び散った羽が山々の間の平野を埋めたという。12世紀に、詩人ハリード・ドッティーン・アタールによってペルシア語で書かれた、長編詩、鳥の言葉にもシームルグが登場する。ある時、様々な種類の鳥たちがシームルグを探すために飛び立った。長く苦しい旅の間に脱落者を出しながらも、最終的に30羽の鳥たちが、 シームルグの住む山の頂にたどり着く。その時彼らは自分たちの一団にシームルグが宿り、自分たち自身がシームルグであることに気づく。なお、シームルグの名前の意味は30羽の鳥だとも解釈できるという。シームルグが自ら消失するという伝承はエジプトのフェニックスの伝承と類似している。アラブにはシームルグに相当する霊長アンカがいる。 シームルグはスラブ神話に取り込まれ、セマルグルという神になり、ウラジーミル一世がキエフの丘に置いた六体の心臓の一体としても祀られた。キエフやリャザンで見つかった12世紀から13世紀頃のものと考えられている銀星の腕輪には鳥と動物の要素の入り混じった外見の生き物が彫刻されたものがあるが、一部の研究者はその生き物をセマルグルだと考えている。 その生き物は古代ペルシアで作られた金星、または銀星の皿に彫刻されたシームルグに似ている。ありがとうございます。